カルロス・アルヘリス・ゴメ・スペーニャは、ドミニカ共和国サンティアゴ州出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。愛称は、生命を略して、カーゴ、カルゴ、または、スピード感あふれるプレイスタイルから、ゴーゴーとも呼ばれている。代理人は、スコット・ボラス。ニューヨーク・メッツ時代2002年7月27日、ドラフト外で、ニューヨーク・メッツとの契約が成立。2003年、 一年目は、参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグメッツに所属し、58試合に出場。2005年は、A 級、ヘイガーズタウンサンズにおいて120試合に出場して、打率。275、出塁率。331、64盗塁を記録。A 級両リーグ最多、マイナー全体でも2位という盗塁数を叩き出し、一躍脚光を浴びる。 サウスアトランティックリーグのオールスターに出場したほか、メッツのファーム組織内最優秀選手を称える、スターリング賞に輝いた。11月11日、メッツ内の有望株リストで6位にランクされ、ファステストベースランナーとベストアートフィールドアームの2、部門に選定。2006年は AA 級、ビンガムトンメッツで120試合に、出場の上、打率。八十一出塁率。 350、41投類。翌2007年1月8日に、メッツ内の有望株リストで3位にランクされ、ファステストベースランナーとベストアスリート、ベストディフェンシブ、アウトフィルダーとベストアウトフィールドアームの4部門に選定されるなど、着実に進歩、成長を遂げる。2007年は、トリプル A 級ニューオーリンズゼファーズで36試合に出場して、 リーグ1位の17盗塁を記録すると5月13日にメジャー初昇格を果たし同日のミルウォーキーブルワーズ戦で8番右翼手として先発出場しクリス・カプアーノからキャリア初安ア打となる二塁打を放つなど4打数に安打1盗塁2得点の好結果でデビュー戦を飾った6月10日のデトロイト・タイガース戦ではジェイソン・グリーリーから 初本塁打となる3点本塁打を記録し、16日と24日には1試合3安打を放っている。その後、左手を骨折して7月5日から9月7日まで、故障者リスト入りし、56試合を休場。アクシデントに見舞われたものの、主に8.9番打者として58試合に出場し、新人としては、リーグ2位の12盗塁を記録するなど経験を積んだ。11月9日。 前年に引き続きメッツ内の有望株リストで3位に入り、ファスティストベースランナー、ベストアスリート、ベストディフェンシブアウトフィールダー、ベストアウトフィールドアームの4部門に選定。ミネソタツインズ時代2008年2月3日に、ヨハンサン・タナトのトレードで、フィリップ・ハンバー、デオリス、ゲラ、ケビン・マルベイと共にミネソタツインズへ移籍した。開幕戦から1番、中堅手として、 先発出場を果たし、開幕後10試合中9試合で安打を放ち、マルチヒット4回、5盗塁と、好調なスタートを切った。しかし12試合目で、出塁率が2割台に落ち込み、その後も低調な成績が続き、7月22日からは、もっぱら9番を務めることが多くなった。閉幕間際の9月9日から14日にかけては6試合連続打点を、上げ。 特に13日のダブルヘッダーでは、合計6打点を叩き出し、週間 MVP を受賞している。この年は初めて規定打席に到達し、レギュラーの座を確保したものの、出塁率はリーグワースト2位、オプスは同3位と課題を残した。その一方、バントアンダ数は両リーグ1位、ナイア,アンダ数と三塁打数はリーグ6位。 盗塁数は、同ナ位とトプラスマイナスシステムはいずれも中堅守部門、両リーグ1位とマイナー時代から定評のある瞬速ぶりを発揮。2009年も137試合に出場したが、打率は自身最低の229という数字に止まり、3本類だ、28打点、14盗塁はいずれも2008年よりも少ない数字であった。一方、 前年に高い能力を示した、守備面では、レンジファクターが3.18で、メジャーリーグ全体2に位に位置するを記録した。ミルウォーキー・ブルワーズ時代2009年11月6日に、JJ ・ハーディとのトレードで、ブルワーズへ移籍した。2010年1月19日にブルワーズと110万ドルの1年契約に合意、出場試合数は97試合で3年ぶりに100試合を、下回った。 打撃面では打率247.5本類が24打点という成績を記録した。走塁面では高い投塁成功率で18投塁を決めた。2011年2年連続での90試合台となる94試合に出場。打率は225まで低下してしまった。しかし走塁面では16投塁ながら88.9%という高い成功率であった。 2010年との2年間で34盗塁を決めた。2012年1月10日にブルワーズと1年契約に合意、3年ぶりとなる137試合に出場した。打率、260、19本塁打、51打点という打撃成績を記録し、打率と本塁打は自己最高の数値だった。また、打率の上昇も手伝い、出塁率は自身初の、 300超えとなった。総類面でも自己最多の37投類を記録。2013年1月17日にブルワーズと430万ドルの1年契約に合意し、3月13日に総額2400万ドルの3年契約を結んだ。この年は実に自身5年ぶりに規定打席到達し、打率284、24本類が73打点。 40投類はいずれも自己最高となる成績。投類はリーグ4位。三塁打はリーグ2位。20本塁打と40投類を同時に達成したのは、ブルワーズの選手としては史上初であった。2014年148試合に出場し、いずれも前年と同数値の打率。284.73打点に加え、2年連続で、 20本塁打と30盗塁の好成績だった。2015年、引き続き中堅守のレギュラーを務めたが、過去2シーズンほどの勢いは見られず、74試合の出場で打率。262、8本塁打、43打点という打撃成績に止まった。ヒューストンアストロズ時代2015年7月30日に、ドミンゴ・サンタナ、ブレッド・フィリップス、ジョシュ・ヘイダー、 エイドリアンハウザーとのトレードでマイク・ファイヤーズと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。移籍後は41試合に出場して打率24、242、4本塁打、13打点という成績に終わった。一方で走塁面では調子を取り戻し、成功率77%で10盗塁を決めた。守備面での調子も上がり、守備率、990DRS4 という安定した。 成績を残した。ブルワーズとの通算では115試合に出場して、打率。255、12本塁打。56打点、17、盗塁を記録した。2016年8月10日に戦力外となり、18日に自由契約となった。85試合の出場で、打率。2 1 5本塁打。29打点、13盗塁に止まった。 テキサスレンジャーズ時代2016年8月20日に、テキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、参加の、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレスへ、配属された。8月25日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。レンジャーズ合流後は33試合に出場し、打撃面で調子を取り戻して打率。284、8本塁打、24打点。 5盗塁という素晴らしい成績を記録した。2球団合計で118試合に出場し、アストラズ時代の不振が響いて打率。231、13本塁打、53打点、18、盗塁だった。ただ、2桁本塁打と2桁盗塁の同時記録は5年連続で、継続した。2017年4月29日の、ロサンゼルス・エンゼルス戦で2008年5月7日。 以来自身二度目のサイクルアンダを記録した。レンジャーズの選手としては、史上10人目。オフの11月2日に、FA となった。2018年2月21日にタンパベイレーズと年俸400万ドルで契約に合意し、3月3日に正式に契約を結んだ。この年は118試合に出場して打率。208、9本類打、32打点、12盗塁を記録した。 オフの10月29日に FA となった。2019年3月7日にメッツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は参加の AAA 級シラキュースメッツで迎え、5月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月29日に戦力外となり、7月1日にマイナー契約で、 トリプル A 級シラキュースへ配属された。2020年1月16日に、現役引退を表明した。打席でのゴメス2013年に24本類が、40盗塁、ゴールドグラブ賞を同時に記録するなど、総攻守が揃う後ツールプレイヤー。しかし、拙いコンタクトと三振数の多さ、式を選べない、選球眼の甘さと低水準な出類率など、課題が山積している。 打席内ではよりセレクティブなアプローチが必要だと指摘する声も多い。瞬速を生かして守備範囲が広く、デビューから2018年までに13回の本類が強奪キャッチを記録したが、これは直近15年間では MLB で最多であった。ありがとうございます。